株式会社スベンソンは、マシケ製品やウィック、ヘアケア製品を製造販売しているドイツ発祥の企業。2015年10月より代表取締役会長は小玉慶事、代表取締役社長は小玉義則が就任。男性向けの主力商品、特許第368万6998号技術のヘアウィービングシステムは、 特殊な三本の糸だけを使って、頭髪部分に、毛髪製品が編み込んでいくスウェンソン独自の技術。金具や接着剤を使う、従来の増しケ法より、ご自身の頭皮に負担が少なく、24時間、着脱不要という点では、実際に生活した時の安心感や快適さという点で大変実用的である。実際に、自社製品を使用しているアドバイザーも多く、 実体験に基づいたアドバイスを得意とする。また、抗がん剤投与等により脱毛した患者のための医療用ウィッグも製造販売している。近年は患者の外見ケアのサポートとしてウィッグだけではなく治療中の生活に必要なアイテムの販売や患者やその家族の心のケアとしてガ哲学外来メディカルカフェ開催の場として店舗の一角を提供する活動も行っている。 ヘアケア製品の販売としては、レフィーネを2006年より展開しており、主力商品として、レフィーネヘッドスパトリートメントカラーを扱う。会長の小玉刑事は、世界卓球選手権大会の日本代表に選ばれた、後、日本代表選手団監督を務め、現在は、明治大学体育会卓球部総監督、日本学生卓球連盟会長を務めている。岸川昌也が、 所属契約を2006年4月1日から2009年3月31日までの3年間結んでいた。2016年1月1日より2話後期と5年間のスポンサー契約を締結。テレビ CM が東京 MX で、ラジオ CM が NAC5 や RCC ラジオなどで流れている。スベンソンとご表記されることも多いが、正しくは、 スベンソンである、ありがとうございます。